皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日も楽しく日本史を勉強しましょう。現在は戦国時代について勉強しています。その中でも今回は鉄砲とキリスト教の伝来について勉強していきましょう。15世紀から 西ヨーロッパの国々、特にポルトガルとスペインは、世界中に船を出して、貿易を始めたり、新たな土地を発見し,てしたりしていました。これを大航海時代と言います。その中で、1543年、種子島にポルトガル人が漂着し、鉄砲が伝えられました。当時の鉄砲は 筒先から丸い玉と火薬を詰め、狙いを定めたら、手元の火のついた縄で火薬に火をつけ撃つというもので、火縄銃と呼ばれています。火縄銃の玉が届く距離は100メートルほどでしたが、鎧を貫くほどの威力があって、驚きをもって迎えられます。すぐに、 火縄銃の製造法が習得され、鉄砲火事という人たちが生まれました。全国で製造されるようになって、各地の戦国大名が用いるようになり、戦争の様子が大きく変わりました。それまでの飛び道具といえば、 弓だったわけですから弓から鉄砲へ変わったのですそれはもう大きな変化です殺傷能力も大きく違いますまた、えー、この漂着を機会に日本への航路を発見したポルトガルとスペインは日本では南蛮人と呼ばれ九州の長崎や平戸や 大阪の堺の港などを訪れ、各地の戦国大名などと貿易を行うようになります。これを南蛮貿易と言います。南蛮貿易で、ポルトガルはヨーロッパから持ち込んだものではなく、日本、中国、当時は明でした。明という王朝でした。そしてインド、ゴアという、今もゴアという町はあります。 ゴアという町をポルトガルの領地にしていましたので、インド、そして東南アジアを結んだ貿易をしていました。例えば、中国から日本へは、木糸、絹織物、金、陶磁器、小石、薬、砂糖など、逆に日本から中国へは、銀、硫黄、そして日本刀、漆器、 螺鈿細工、人、人 S、奴隷を送っていたのです。そして、東南アジアか各地から日本へは、人工というお香や鈴、鉛などが届けられました。その他、南蛮貿易によって、アメリカ大陸が原産のかぼちゃ、スイカ、トウモロコシ、ジャガイモ、 唐辛子そしてタバコが日本にもたらされましたまたこれらの船を使って日本人の中にも東南アジアの各地に移り住む人も出てきて東南アジアには日本人町もあちこちにできました1590ああ1549年にはスペインの宣教師フランシスコ・ザビエルが 日本にやってきてきキ,キリスト教は聖書に基づいた大変分かりやすい教えでまた当時の仏教の寺の多くが地主や大名のように振る舞っていたことへの反発さらに貿易の目的から保護をする大名もいて多くの信者キリシタンと呼びます。 多くの信者を得ましたまた戦国大名自身がキリシタン大名となった者も,もいましたこれをキリシタン大名と言いますはい。以上が鉄砲とキリスト教の伝来ということでヨーロッパからの影響がいよいよ日本にも及び始めた時代でもあったということです そしてそれが戦国時代の戦いや宗教を少しずつ変えていきました。貿易も変えました。はい。そして脱線。覚えなくてもいい話というのがいくつかあります。大航海時代。はい。えー、これはですね、世界史で学ぶので覚えなくても大丈夫です。はい。日本史としては覚えなくても大丈夫です。 本当に脱線です。はい。キリスト教についてですね。これもですね、えー、覚えなくていいです。これは西洋史で覚えられます。はい。大丈夫です。また、これはちょっと覚えておいた方がいい話というのがあります。ヨーロッパの人々についてです。はい。 えー、これはですねうんまあ確かにちょっと覚えておいた方がいい話なんですがまあ興味のある方はこの画面を一時停止してご覧いただければと思います私は非常に有用な情報だと思っております、はい、これらすべて有用な情報ですが日本史とは関係ありませんので脱線ということになっております はい、今回の配信は以上になりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょうさようなら